第18装甲旅団、ホルシュタインは、ドイツ連邦陸軍の旅団の一つ。当初は、第6装甲敵団兵士団霊下、引き続いて、第14装甲敵団兵士団霊下にあって、旅団司令部は、シュテッドに置き、旅団霊下部隊は、シュレースビヒホルシュタイン州に駐屯していた。1956年7月1日に、ノイミュンスターにて B1 戦闘軍が編成される。 当初の戦闘軍の編成は以下の通りであった。1958年4月1日に B6 戦闘軍に改称され、その後戦闘軍は1958年8月にハンブルクからノイミュンスタート、ボーシュテッドに移駐する。1959年1月に戦闘軍本部中隊が稼働する。この本部中隊の半分が第18旅団の司令部中隊となる。 残りの部隊は第17旅団の司令部中隊としてハンブルクに移駐する。1959年3月16日に B6 戦闘軍は第18装甲旅団に改編され、第6装甲的弾兵士団霊化となる。旅団編成時の霊化部隊は以下の通り、1962年にドイツ北部での大洪水で初めて出動する。1972年に 第186補給大隊は解体され、これにより、防止テッドでは、第180整備中隊と、第180補給中隊が新編され、ノイミューンスターに駐屯する。1976年10月1日には、さらに第6整備教育中隊が連続する。1977年時点での旅団霊化部隊は、以下の通り、1981年4月1日に、 第181戦車大隊と第67両兵大隊が編成される。両兵大隊は、緊迫事態に動員される予備役兵を主体として、非現役部隊であった。1980年に、第17総行的弾兵旅団霊下の旧代170駆逐戦車中隊が編入し、第180駆逐戦車中隊に改編される。陸軍第四次編成での旅団霊下部隊は、 以下の通りであった。1988年4月18日に、愛称、ホルシュタインが与えられる。陸軍第5次編成で、旅団は、現役構成機械化旅団に再編成される。1992年に、第184戦車大隊は、非現役部隊に、指定され、第183戦車大隊の霊下となる。 大体の保有装備は、防止鉄ッのランツアウ兵営で保管された。ただし1991年内には、第181戦車大隊の、各中隊が解体される。1992年1月30日に、第67両兵大隊が、1992年3月には、第181戦車大隊が解体する。第172装甲的弾兵大隊は、 第171総攻的弾兵大隊の一部を含んでリューベックからバート・ゼーゲベルクに移駐する。第171と第172総攻的弾兵大隊は1992年10月1日に第18旅団霊化非現役部隊として第182総攻的弾兵大隊霊化として編入される。 1990年から1997年までの間に霊下にあった部隊は以下の通り。1997年に第6装甲的弾兵士団が解体され、第14装甲的弾兵士団、ハンザ霊下に編成外される。1997年時点の旅団霊下部隊は以下の通りであった。1997年のオーデルガーの洪水で出動する。 2000年から2001年にかけて、旅団の部隊はワボスニア・ヘルツェゴビナでの平和安定化部隊に派遣される。2002年にはエルベ川の洪水で出動する。2003年に旅団司令部はノイミュンスターからボーシュテットに移駐する。2003年から2004年にかけて欧州連合部隊 ORF 大隊としてコスボに派遣され。 アフガニスタンの国際一安支援部隊にも2004年内のみ派遣される。2006年に第10次イサフ派遣隊に割り当てられ、さらに ORF 部隊としてバルカン諸国で活動する。2006年にボーシュテットの第183戦車大隊とケリング風前の第5 1 9駆逐戦車中隊が解体する。2008年末には旅団と霊化大隊は分割、解体される。 退役整列天候は2008年6月19日に公園都市ノイミュンスターで執り行われた。約700人の将兵が2008年末の旅団解体まで引き継ぎ業務に従事した。旅団の愛称、ホルシュタインは、オイティーンの第6偵察大隊が引き継いだ。解体直前まで旅団霊化部隊は2007年から2008年までの第18次クファー派遣隊と、 第9次 u f o 派遣隊に出動していた。旅団最終期の冷火部隊は以下の通りであった。ありがとうございます。